2014年4月22日火曜日、時刻は午前9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーター前川あやみでございます。さあ FM 読谷並びに電波の届いてる限りの、ね、範囲の皆様おはようございます。週明け火曜日ですね、もうね、あら月曜日あっという間に過ぎてましたね、気づいたら。さあ今日は4月22日、まあ22日の日はね、夫婦の日だとかありますけれども、ショートケーキの日っていうのもありますよね。これカレンダーでね見たら、22日の上には必ず15日、いちごが乗ってるっていうことで、こういうの発見する人すごいなと思いますけれどもね。私も最初知った時はなるほどって感じでしたね。へーって感じでした。懐かしいですね、あのトリビアの泉でしたっけ。はいはい、もうすごく、あ、おはようございます。観光にいらしてる方がね今手振っていきましたね、ありがとうございますはい、本日もですね、私は FM ユミタンの本スタジオを飛び出しまして、 FM ユミタンのサテライトスタジオから生放送でお届けしてまいります。サテライトスタジオはですね、ユミタン村高志穂の楽しいがいっぱい体験王国紫村園内にございます。まあ、園内というかもう駐車場の向かいですね。はい、両サイドがですね自動ドアで、もう観光にいらしている方が多く行き交うんですけれども、なんせガラス張りになっているので皆さんも見放題ですね。はい、なので手振ってくれたらすぐ見えます。ありがとうございますね。先ほどの方々もどこから来たんでしょうか。さあ沖縄ね、観光にいらしている方、まあ、地域の方とね触れ合う方も多いと思います。例えば居酒屋でね、こう隣に座ったおいちゃんがうちなんちで、あんたどっから来たのとかね、多いと思いますけれども、沖縄の人ってね、いつ帰るってすぐ聞きませんあのね、ある雑誌でも書かれてたんですけれども、沖縄に行って、まあ、沖縄の人と仲良くなって、こういついつ来たので、いつ帰るのってすぐ聞かれるっていうことで、観光にいらしてる方、あれなんか早く帰ってほしいってことなのかなというふうに不安を覚える方も案外いるらしいんですよね。あんたもういつ帰るのって。でも違うんですよね、うちなんちゅの人からすると、こういる期間でいかにもてなせるかっていうのをね考えるために、あ、じゃあいつまでいるんだったらこの日はここに出かけて、この日はこういうふうにした方がいいんじゃないとかね、いろいろ考えるためにいつ帰るのっていうね確認をしてるんだと思うんですよね、私的に。はい、なので観光にいらしてるあなた、レンタカーでこのラジオ聞いてるあなた、あのね、うちなんちにいつ帰るのって聞かれたら、で逆にあの嬉しい意味で捉えてくださいね。はい、あのいかにもてなすかを考えているので、はい、まあ、そういうのもね面白いですね。さあ観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村の魅力、人口日本一の村の魅力を皆様にどんどんお届けしてまいります。この村からね、生まれたお笑い芸人だとかね、そういう地域の方のねお声も皆様にお届けしてまいりますよ。今日も10時までの約1時間となります。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。眩しい季節が沖縄にもやってきたね。もうすぐ夏ですよ、春を通り越して。はい、ということで読谷ラジオでは毎朝皆様にドライビングナンバーをお届けしております。この曲を聴いて、ラジオから聞こえるこの曲を BGM に、読谷村にぜひハンドルを切ってほしい、そんな思いで1曲お届けいたします。本日お届けいたしますドライビングナンバー、中山美穂、世界中の誰よりきっと。世界中の誰よりきっと熱い夢見てたから、目覚めて初めて気づき、募る想いに、ほら世界中の誰よりきっと果てしないその笑顔、ずっと抱きしめていたい、季節を越えていつか
優しい気持ちになる。目覚めて初めて気づく新しい光に。本日の読谷ラジオドライビングナンバー中山美穂&ワンズで世界中の誰よりきっとでした。ズーズーズー動物園へ行こう。めー、読谷さんの草は美味しいね。ギャオ、僕はトラだ。ギャオ。観光情報番組読谷ラジオに来たメッセージ全部食べちゃうからね。ダメだぞガオ、僕トラだぞガオ。めえ、観光情報番組読谷ラジオだぞガオ。めえ、オットセイ何でもいる。ズーズーズーゾーワゾーズー。9時10分になっております。ここで皆様に本日の天気情報をお届けいたしましょう。まずはお天気概況からです。本日4月22日は沖縄本島地方や先島諸島は前線の影響で曇りや雨の天気となるでしょう。大東島地方は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日23日は沖縄地方は前線の影響で曇り、宮古島地方や大東島地方では一時雨が降るでしょう。沖縄地方の沿岸の海域では波がやや高い見込みです。さあ本日お天気、曇りのうちなんと雨マーク出ております。私がですね今サテライトから見える空も太陽はねあの日の光は差してるんですけれども、雲がね空全体にかかってますね。青空というよりは白いね霞がかった空なんですけれども、皆様がいらっしゃるところいかがでしょうか。さあ風は南西の風のち北の風に変わります。波が 1.5 メートルのち2メートルとなります。降水確率この後お昼12時までが 20%、 そして夕方6時にかけて 60%、さらに深夜0時にかけては 70% と次第に降水確率高くなる見込みとなっております。お出かけだとかお買い物だとかね、ちょっとした家事なんかは午前中に済ました方がいいかもしれないですね。そして、観光にいらしてる方も外でねちょっと楽しむ観光だとかは、まあ、午前中にプランニング立てた方がいいかもしれないですね。はい、で午後は室内の観光だとかっていう風にするのはいかがでしょうか。日中の最高気温は26度まで上がる見込みです。さあ気温もね高いのでちょっとジメジメもしつつね雨も降る見込みなので、ぜひあの傘なんかね雨具などは持ってお出かけになると安心だと思います。以上本日のお天気情報をお届けいたしました。
情報番組読谷ラジオ、まもなく CM に入るわけなんですけれども、ここで皆様にお得な情報がございます。ごめんなさい、カミカミで。さあ、読谷ラジオのですねブログにも、はい、掲載しているわけなんですけれども、読谷荘にございますリゾートホテル、ホテル日光アリビラさん、その中にですね数多く、まあ、レストラン、ね、お食事所あるわけなんですけれども、その中の一つ、カジュアルビュッフェが楽しめるレストラン花花さん、もう行ったことある方も多いかもしれないですしね、今ラジオ聞いてる方、アリビラに滞在してるよという方もねいるかもしれないです。さあ、そんなあなた、お得でね、楽しめるサービスございます。花花さんでですねランチディナーともにお会計時に FM 読みたん聞いたんですけどとかね、 FM 読みたん聞きましたっていう風にスタッフさんに伝えていただきますと、お会計から 20% オフのサービスが楽しめます、いただけますよ。はい、こちらですねなんと4月いっぱいのサービスとなります。なので、まあゴールデンウィークね、ちょっとお食事行く時間がなさそう、お仕事だとかね、はい、用事で忙しいという方、ちょっと早めにというか、もう今週のね土日から早い方、ゴールデンウィーク入ると思いますのでね、ご家族、ご友人、カップルね、おじいちゃんおばあちゃん連れてだとか、すごい気軽にファミリーで楽しめる、訪れやすい、そんな、レストラン花花さん、アリビラの中にございますので、ぜひ FM 読みたん聞きましたとね伝えて、お腹も心も、お得に満たしていただければなと思います。以上、お得な情報でございました。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りいたします。 CM を受けてリスナー様プレゼント情報ございます。皆さんどしどしご応募くださいね。そして読谷村出身お笑い芸人さんのお声もお届けいたしますよ。このラジオは何ね、観光情報番組読谷ラジオだよ。あるやんな。
情報番組読谷ラジオ9時からスタートしております。CM明けて時刻は9時18分となりました。さあここで皆様にリスナー様プレゼントをご用意しております。まずはこちらからご紹介いたします。さあちなみに、応募先もですね一緒にお伝えいたしますので、メモの準備できる方はメモの準備を、はい、携帯に打ち込む用意できる方はよろしくお願いします。さあまずはこちらからご紹介いたしましょう。沖縄ハム総合食品株式会社さんからの提供でございます。読谷村内にございます世界に誇る大企業沖縄ハム総合食品株式会社さんから紅麹ひじきともずく入りという、ね、商品を皆様にプレゼントいたします。こちら沖縄の郷土料理豆腐用というものに、ね、使われている鮮やかな紅色をした食品原料紅麹というものがございますけれども、そちらの中にひじき、そして沖縄県産もずくがね一緒に漬け込まれております。お酒のおつまみとかねきゅうりにあえたりすごくねぴったりだそうですよ。はい、であの店頭にあまり流れてないじゃない、置かれていないので、うん、ぜひゲットしてください。タダでもちろん差し上げます。さあそしてもう一つこちら、沖縄コカ・コーラから沖縄限定オリジナルデザイン缶3本を1セットにした商品を3名様にプレゼントいたします。さあ沖縄ハム沖縄コカ・コーラ、はい、メッセージ宛先は共通でございます。メールアドレスがすべて小文字 FM 数字の786 @ fmyomitan.co.jp すべて小文字です。 FM 数字の786 @ fmyomitan.co.jp そして電話でも受け付けておりますよ。電話番号098-958-7860098-958-7860までお寄せください。 FM 読谷のスタッフがもうお待ち構えておりますので、メール電話ともにお名前ご連絡先忘れずにお伝えくださいね。皆様からのご応募どんどんお待ちしております。読谷なんでも調査団。さあこちらのコーナー、読谷なんでも調査団、ナビゲーターの私前川あやみ、そして比嘉雅也さんがですね読谷村内取材して回って皆様に再発見新発見をお届けするコーナーとなっております。さあ読谷村からですね、芸能人はい、お笑い芸人さんだとか歌手の方とか本当に多いんですよね。はい、さあそんな中からもう県内でもね有名なお笑い芸人さんのね、ニッキーさんっていう方がいらっしゃいます。ハーフ芸人なんですけれども、はい、お声をいただきましたので皆様に紹介します。ニッキーさんね、どんどん情報ね、くださいましたので皆様、耳を澄まして聞いてくださいね。ではお届けいたします。はい、さあ皆さんどうも、グッドモーニング、こんにちはということで、はい、今日はですね、読谷を PR してほしいということで、まあいろいろね、お話したいなと思ってるんですが、ちなみに僕は沖縄でお笑いやってます。沖縄とアメリカのハーフ芸人のニッキーと言います。よろしくお願いします。それありがとうございます。沖縄は結構ハーフがいっぱいいるから、うん、ハーフ芸人もいていいのかなっていうことで、僕もちょっとお笑いをやってるんですけども、はい、そうなんですよね。ちょっとまあ僕は読谷中なんですよ、読谷の人なんですよ、はい、ということで、まあ、読谷のアピールをいっぱいしたいんですけども、うん、いっぱい質問のねリストを渡されたんですけど、はい、ちょっと読みましょうね。まずですね、ニッキーの好きな読谷の場所。読みたい場所いっぱいありますよね。はい、あります。のどかだしね、静かなところいっぱいあるんですよ、うん、僕が好きなところは僕の家の温湾なんですけど、家読みたい温湾、嘉手納の隣ですね、はい、温湾なんですけど、温湾の僕の家の隣にある草原が好きですあれ好きです。わかりづらいですね。あ、僕の好きな場所って書かれたんで、ね、はい、僕が好きな場所でいいかなって、はい、まあ温湾の公民館があるんですけど、うん、はい、そのすぐ隣にある草っぱらがあるんですよ、はい、まあ、とりあえずめちゃくちゃ大きいところの広大な場所なんで、うん、もう横通ったらすぐ分かると思うんですけど、はい、すごい静かで本当に特に何もないんですけど、行ってももう本当に静かなね、静かなのをエンジョイしたいなっていう人は
いい感じじゃないですか、あっち。ぜひ寄ってみてください。はいはい、あともし時間あったら僕の家に来てもいいですし、大丈夫ですよ。はい。はい、そういい感じの場所です、うん。はい。あとね、おすすめのご飯を食べれる場所。読谷にあるあのオブリガード、はい、あっち美味しいですよ。なっち美味しいですね。なんですけど、一応あの正直あの、ね、メキシコ料理、メキシ、うん、あの今さっきメキシコ料理って僕聞かされたんですけど、今までずっとブラジル料理かなと思ってブラジル料理屋さんだと思って食べてたんですけど、メキシコ料理、まあ、あの読谷料理ではないですけど、うん、沖縄料理ではないんですけど、ミッキーはそこで何をよく注文するんですか？はい、あ、僕はあのインチャラーダっていう、エンチラーダですね。なんざそれって気になってるかもしれないでしょ、ね、これどんなメニューなのか、うん、メキシコのご飯に、うん、なんかメキシコのソースかけたやつですだいぶアバウトな、アバウトですね、まあ、食べに行けば分かるよ。そうです、正直なんか自分が食べてるものってそんなに結構ね、分からずに結構みんな食べてるじゃないですか。だからまあそういう感覚でね、美味しいんで、うん、美味しいんで大丈夫です、はい、ぜひ遊びに行ってみてください。あとね、なんか聞いたらアイスティー、うん、があの飲み放題みたいなんですよ、はい、あっち1回100円払って、うん、100円くらいかな、100円ちょい払ってずっと飲み放題とか、うん、はい、食べ放題のメニューもあるらしく、うん、ぜひそっちの方もチェックしてください。ありがとうございます。はい、はい、そして読谷といって思い浮かぶ食べ物は、はい、ズバリあれしかないでしょう。何でしょう？紅芋タルトでございます。ありがとうございますおめでとうございます。ありがとうございます。何名かもちょっとね、思いついた方もいるかもしれないです。あ、紅芋タルトだろうなっていう、ね、見たことない人にこう、あ、そうですね、説明できます。あのひし形の、うん、ひし形、当たってひし形、ダイヤモンドの形ってことですね。ひし形、そうです、ひし形、ちょっと細長い、あ、そう、長い感じ、船形ね。あ、船形、ああ、いい、あ、さすがでしょありがとうございます。そうなんです、船形のやつの上にあの紅芋のソースを、ソース、ソース、紅芋潰したやつみたいな、うん、マッシュの紅芋みたいなのが綺麗なデザインで乗っかってるやつですね、うん、これは美味しいんですよ、とっても、ね、うん、食べてて、まあ、これも多分ヘルシーな感じなんだろうなっていうのがすごい、うん、多分無添加なんじゃないですか、あれ多分。分かんない。はい、声をね、お届けしておりますのが、読谷村出身、お笑い芸人のね、島ハーフ芸人、ニッキーさんでございます。で、じね、あのね、身長大きいんですけれどもね、はい。あの、すごくね、優しい顔をね、して、顔の紹介してもね、なんなんって感じですけどね、はい。でも、すごくね、はい、あのふんわりとした方だなっていう第一印象がありましたけれども、ちなみに FM 読谷でもね、毎朝水曜日10時から朝10時から番組持っているので、はい、あの明日もね、滞在される方なんかはぜひ、ニッキーさんの番組も聞いてみてください。さあ、インタビューまた後半は、読谷ラジオ次回にねお届けしたいと思います。おります曲こちらですね、女の子3人組のダンスボーカルユニットラグーンブルーが、はい、ラグーンブルーラグーンブルーがね、歌っている読谷村でございます。読谷ソングと書くんですけれども、読谷村と読みます。はい、こちらですね、なんと歌にプラスダンスがあるんですよね、ご存知でしょうか。しかもとってもね、覚えやすい、はい、なので、小さなお子様そして年配の方まで覚えて、ね、踊れる、そんな、ね、読谷村ダンスになりますけれども、こちらの DVD ダンス DVD ございます。こちらなんと聞いてるあなたにプレゼントいたします。なのでぜひ
DVD ください、もしくは DVD 欲しいですと、電話ください、もしくはメールください。メールアドレスすべて小文字です。 FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp、 そして FM 読みたん電話番号098-958-7860までお電話ください。ぜひこちらですね、2014年をもって人口日本一多い村、ここ読谷村になったので、そちらを記念しての歌でございます。みんなでねダンスを覚えて曲が流れたら体がうずき出す、そんなぐらいに、ね、なると面白いんじゃないかなと思いますけれどもね、ぜひ、ご応募ください。皆様の、ね、応募お待ちしております。読谷村でおすすめのラジオ何ですか？あんたは誰ですか？読谷村に観光に来たんだけど、読谷村の情報を教えてほしくて。だったら観光情報番組読谷ラジオ聞きなさい。ありがとうおじさん。待て待て、あんた芋掘っていきなさい、手伝いなさい。情報番組読谷ラジオ CM 明けて時刻は9時32分となりました。毎週火曜日この時間、読谷村インフォメーションのコーナーでございます。ラジオを聞いて得する、ラジオを聞いて出かける、いろんな情報盛りだくさんでお届けするコーナーです。さあ今日はどんな情報が聞けるのでしょうか、楽しみですね。さあ早速ね、ユーストリームネット動画でね番組をご覧になられてる皆様はもうご存知だと思いますけれども、
スタジオに、女性の方お一人入っていただいております。こちらの方です。おはようございます。おはようございます。ももちさん、はい、もうどんどんおなじみになってまいりましたけれどもおはようございます。おはようございます。さあ、読谷村のですね、商工観光課から遠山ももちさん、待って、ももこですよ、ももこです、すいません誰よね、遠山ももちってね、はい、ももちさんでね、呼びすぎてね、ちょっと本名をはい、はい、ももちさんでございますよろしくお願いします。ももちさんって呼んでいいですか。ももちでいいです、はい、さあ、もうこちらのコーナー3回目ぐらいですかね。3回目、4回目かもしれないです、はあ、でもなんと一人でスタジオインするのは今日が初なんですね。初めてです、はあ、なんだかね、もうドキ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 、いつもドキドキだからもうもちさんはいつもね、アルコールいっぱい引っかけてから来るぐらいがいいよねとかね笑いながら話しますけれどもねまあそんなね、朝から飲むわけにもいかないので、はい、はい、さあ今日はももちさんと一緒に読谷情報をお届けしてまいりますけれども、もう最近は暑いですね。暑いです ね、もう夏が来たっていう感じで、本当にもう春を通り越して沖縄一気に夏日にね向かっていきますけれどもね、こんな暑い日にちょっともってこい の、 あのイベントがですね、うん、今週の日曜日にこの紫村のくくる読谷サーキットで行われます。なんと私たちの、サテライトスタジオの目の前に、ね、くくる読谷サーキット高志保、大気王国紫村の駐車場内にあるくくる読谷サーキットで今週の日曜日、はい、イベントがあるんですね。今週の日、はいはい、4月27日の日曜日に、はいはい、沖縄スーパードリフト2014っていう大会がありまして、この車でドリフト走行して、はいはい、この技とかを競うっていう大会みたいで、ほうほうほう、これ見たことありますか、ドリフト競技って。テレビでしか見たことなくて。そうなんですね。実は去年も、去年のいつだったかな、去年も、はい、ありましたね。ありました、ありました。ここの同じくくる読谷サーキットで、はい、私その時に初めてドリフト競技っていうのを目の前で見たんですけれども、初めて見ても面白かったですね。あと生で見る迫力、そうそうそう、はいはい、こちらはちなみに時間は何時からで、はい、オープンが朝の8時半からで、スタートが9時から、うんうん、で雨天決行で、うん、入場料は1000円となってるみたいです、はいはい、で小学生以下は入場無料、うん、入場無料、いいですね、1000円ってまたお得ですね。お得ですよね、うん、1000円でね、地域の方はもちろん観光にいらしてる方もね、ホテルに近く滞在されてるだとか、読谷来てたまたまちょっとこのドリフトの音を聞きつけて駆けつけるみたいなのもありだと思いますけれども、うん、車好きにはもってこいのイベントですね。そうですよね、うん、なんか女性のドライバーの方もいるみたいで、うん、あ、かっこいいんじゃないかなと思いますね、はいはいはい、すごいこの2台並走して、はいはい、こう競技するっていうものもあるみたいで、それはすごい面白いみたいです、はいはいはい、なるほど、そうだ、以前見た試合もそういえば女性のなんていうの、 レーサーっていうんですかね、レーサーですかね、うん、いましたね、めっちゃかっこよかった、うん、もうね、なんていうんでしょう、いかつい車がその日はいっぱいじゃここに集合するんでしょうね。そうですよね、多分そうだと思いますでもなんかこの大会はその、うん、このちゃんとした、うん、マナーを守ってちゃんと公道では運転しましょうっていう目的も含まれてるみたいなので、このプロの方たちの運転を見て、はいはい、この若者もちゃんと運転しましょうっていう、うん、目的もあるようなので、あ、そういう、こう、メッセージも伝えるのも含めてこのイベントが、はい、行われるということで、行われるみたいですね。なるほど、今週ね、日曜日読谷くくるサーキットで、D1 グランプリディビジョナルシリーズ沖縄地方戦なんですね、はい、なるほど、沖縄スーパードリフト、ここ、大気王国紫村さん駐車場内のくくる読谷サーキットでお楽しみいただけます。今週からもう早い方はゴールデンウィーク入りますからね。そうですよね、うん、ぜひお時間があれば、うん、でぜひ皆様お立ち寄りください。
1000円でお楽しみいただけます。来るときはちょっと日焼け防止とかした方がいいですね。そうですね外の方に、うん、なりますので。もっちさん色白いですね。焼けないんですよ。焼けあの黒くならなくて。へえ、いいですね。むけちゃうんですか。むけちゃいます。あーはー、いいですね。すいません。すいませんさあ皆様、今週の日曜日です。4月27日はぜひ朝早くからね、沖縄ドリフトが、見れますので、4月27日日曜日くくる読谷サーキットにぜひ足を運んでください。さあイベント情報でございましたけれども、続きまして、はい、食どころ情報というんですかね、はい、グルメ情報、はい、あ、そうですね、グルメ情報いいですね、響きがそれだ今日が、あ、今日紹介していただけるのはどちらでしょうか。今日はですね、読谷村のイラミナにあります、はい、ベーカリー&カフェポッドさんをちょっとご紹介したいと思います。あ、私が好きなパン屋さんです。ここは、はいはい、多分読谷で一番美味しいと私は思ってるんですけど、おーおーおお、あのおうちから徒歩多分1分ぐらいで行けるっていうのも大きくて、めっちゃ近いですねということは、あ、なんと今放送中に観光協会の地蔵さんがガラスからね覗いてますね。よかった、元気そうで元気そうですね観光協会のね、比嘉仁さんがね、はい、スタジオ覗いておりましたけれども、さあさあさあ、ベーカリー&カフェポットさんですね、はい、ということは、まあ、ももちさんは読谷村のイラミナという場所に住んでるんですね。そうです、イラミナに住んでます、はい、お家から徒歩1分のベーカリー&カフェポットさんよくもう利用されるんですか。もうここは私両親が大好きで、私の両親が、うん、ほいほい、もう毎回と毎回というか、パンがなくなるたびにぐらい、うん、あの買いに行ってて、ああ。ってことはこう日常的にこう食べるよう な, なんていうの、ホテル食パンみたいなのも含めて、そうそう、食パンもすっごい美味しくて、ここの食パンはすごい美味しくて、あとバケットも美味しくて、はいはいはい、あ、いいですね。読谷村ってこう隠れ家的なカフェだとかパン屋さんとかすごいこう多いイメージがあるんですけれども、ベーカリー&カフェポットさんも隠れた場所というか、そうなんですよね、案外穴場的な場所にありますよね、大人気なんですけど、そうそうめっちゃ笑顔でピースしてますね。めっちゃ笑顔でピースしてますね。観光協会のスタッフさんが今度は止めよう。皆さん、
で楽しめる。決まっててタイモのペーストが練り込まれてるあのパンがあってありますね。あれがめちゃめちゃ美味しくてで先週ちょっと親知らず抜いて、はいはい、食べるものがなかったんですけどこれだけは食べたいって言って柔らかいから食べれたんですけどそうなんです。なるほど、ね、こう小さい子からつまり年配の方までも楽しめるようなそんなパンがね売られてるんですよね。さあ、もう時間もあっという間なんですけれどもベーカリー&カフェポットさんのご連絡先だとかあとそうですね営業時間、はい、簡単に、はい、ですね、電話番号が098-989-7541、はい、で営業時間が朝の7時から夜の8時、はい、でお休みが祝祭日、はい、あと年末年始、はい、ということです。ということでねぜひぜひ、ね、地元の方ももちさんのおすすめのパン屋さんベンカリー&カフェポットさん行ってみてください。ということで今日もももちさん、はい、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。ついに完成した我々のロケットが前川君今こそ飛び立つぞ。はい隊長。よしじゃあ出発しようか。ところでどこに向かうのですか隊長。そうだな、観光情報番組読谷ラジオを聞きながら決めようじゃないか前川君。なるほど、観光情報番組読谷ラジオですね。そうだよ前川君。観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。さあリスナープレゼントですね、早速ご応募いただきました。ラジオネーム池原様でございます。もうね名字そのままなのかな。でもね以前もね、はい、あのこういう風にお会いしたことがある方なんですけど、あこんなこと言ったらダメかな、とても綺麗な方なんですよ。はい、その方からご応募いただきましたリスナー様プレゼント当選でございます。はい、なのでぜひぜひ皆様もねこういう風にどんどんお電話なんかでご応募ください。今日ですねリスナー様プレゼントをご紹介したのは沖縄コカ・コーラ沖縄限定オリジナルデザイン缶3本1セットにした商品、そして沖縄ハム総合食品株式会社さんから紅麹ひじきともずく入りでございます。メールアドレスはすべて小文字 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp、 そして電話番号 FM 読谷まで098-958-7860となっております。メッセージと一緒にまだまだご応募お待ちしております。さあ
ここでですね、地域の方にインタビューしてきたお声をお届けしましょう。まあ、地域の方といっても読谷村に観光にいらした方のね、お声聞いてきましたので、先ほどですね、ももちさんからも今週の日曜日読谷くくるサーキットでイベントがありますよ、ドリフトのイベントありますよっていう、はい、そのくくるサーキットで、インタビューした方々です。お聞きください。さあ、千葉県からお越しの片山ご夫婦なんですけれども、今突撃インタビューでね、ちょうど滞在先のホテルに行くアリビラさんが見える場所で外でインタビューしておりますけれども、今からちょっとご予定があるんですよね。サーキット、はいはい、乗ります。なんと大気王国紫村駐車場内にあるくくる読谷サーキットでサーキット乗るという、これはまた何故ですか？そうですね、車が好きなんで、やっぱりちょっと走り、熱い走りをしたいな。これも旦那様が車好きなんですね。そうですね、はいはい、何か趣味でされてるんですか？一応車の整備やってて。あ、はい、じゃあちょっと目を引きます ね、 このさっきもなんて言うんですか、あれゴーカートって言うんですか、走っていましたけれども、これはもう前々から知ってたんですか、このサーキット場は？今日来てでサーキットあるってこと で、うん、でちょっと乗りたいなと思って。あ、でも早速、はい、受付もしてきたんですか？そうですね、はい、バッチリですね、はい、奥様も乗りますか？はい、一緒に乗ります。あ、いいですね。もうじゃあ初体験なんですよね。ちなみにこのゴーカートは何度かありますか？そうですね、前に何回か乗ったことあるんですけど。あ、これはまた別のところで、はい、そうです、別のところで、はい、なるほど。またじゃあ沖縄県で読谷でも乗って思い出の一つになりますね、はい、楽しみですか？はい、楽しみ。いや、サーキットに今から行くっていう方も実は初めてなんですよ。ああ、インタビューしてる中で。なのですごく今新鮮です。ありがとうございます。じゃあお二人この後ね、くくる読谷サーキットでゴーカート体験してくるということで、楽しんできてくださいね。はい、はい、じゃあ突撃インタビューありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。千葉県からお越しの片山ご夫婦でした。はい、お声をお届けいたしました、片山ご夫婦。ですね、新婚旅行で読谷村に訪れているお二人だったんですよね。で、滞在がホテル日光アリビラさんということで、はい、近くをお散歩していたり車で回ってる中でこのくくる読谷サーキット見つけて、はい、もう早速受付してゴーカート体験してきたということで、はい、ぜひ観光にいらっしゃるあなたも、はい、くくる読谷サーキット行ってみてください。こちらですね、読谷その高志穂にございます、楽しいがいっぱい体験王国紫村の駐車場に来たらもね、すぐ目の前にございます。電話番号をお伝えいたしましょう。くくる読谷サーキット 098-958-7702 098-958-7702、 くくる読谷サーキット詳細はぜひお電話してみてください。以上、地域の声をお届けいたしました。いやさあさあ、観光情報番組読谷ラジオもエンディングでございますけれども、来たるゴールデンウィークも予定立て始めている方多いと思います。読谷村で行われるイベントを楽しめるアクティビティなど一気に紹介していきますよ。さあ、まずはこちらから。ここ楽しいがいっぱい体験王国紫村でですね、沖縄のヒーローがやってきます。まずは今週4月26日土曜日、27日日曜日、体験王国紫村園内芝生エリアにて龍神マブヤーがやってきます。ぜひお子様連れで、お越しください。入園料金をね、払ったらもなかで無料で見れますので、時間はお昼11時半そして15時30分の2回公演となります。さあ、そしてウミンチュ体験というものがございます。読谷村の戸屋漁港でですね、ウミンチュ漁師の皆さんと一緒に沖の方に出てウミンチュ体験をするということでね、大きな網を引き上げて実際に漁を体験します。
こちら5月4日日曜日のみの受付となりますので、ぜひ、読谷漁業協同組合で検索してね、ご応募ください。さあもっとあるんですけれどもね、またもう時間がね迫ってまいりましたので、またこちらの読谷ラジオ番組365日朝9時からお届けしております。そしてネットでも見れますので、ぜひ FM 読谷ホームページからも過去の放送も合わせてご覧になってください。さあ今日も1時間お付き合いありがとうございました。ナビゲーターは私前川あやみでございました。皆様今日も安全運転でお楽しみください。ではでは読谷村でお待ちしております。